では県内のニュースをお伝えします任期満了に伴う桂木町の町長選挙が今日告示され無所属で現職の中坂正則氏のほかに立候補の届けではなく中坂氏が無投票で2回目の当選を果たしました無投票で2回目の当選を果たした中坂正則氏は桂木町出身の61歳です中京大学を卒業後 昭和61年から平成31年まで、海南市役所で33年間勤務し、環境課長や産業振興課長などを務めました。前回、4年前の町長選挙に立候補し、現職との一騎打ちを制して初当選しました。桂木町長選挙が無投票となるのは、平成27年以来、2期8年ぶりです。